い、カトサンパー始まりました。今回のカトサンパーはですね、熊本県の菊池市やってきております。菊池はメロンやら飛行機やら、あれ筋肉いた？はい、なんかパワー言ってますけどね。はい、ということで、行きましょうかね。何があるんだろうね、結局何が言いたかったんだ。はい、菊池歴史文化資料館やってます。ここはですね、菊池はなんか特攻隊の、その一時こう待機所みたいな、こうそこから、特攻行くとみたいなこう待機所があったらしくて、ちょっとそれを飾ってあるっていうか説明があるところ、ここはミュージアム行きましょう。さあ、なんて言ったでしょう。僕もわからないですけど、これはモールス信号らしいですね。サムエル・モールスさんが発明したね、モールス信号。これ結構戦争のね時にいろんな国が使っていたと。はい、まあ、今も船で使われてるらしいですけどね。はい、ということでコッコファームやってきました。ここはですね、なんかやっぱコッコっていうだけあって、ニワトリ、ひよこ、卵、それに関してね、結構いろいろなんか卵かけご飯だったりとか、多分そういうのがあるんですね。卵がね、結構ね、そのあと並んでる絵があったんですよね、写真が。行ってみましょうか。はい、コッコファームのこのね、コッコ卵を卵かけご飯にしてくれるっていう、ここでね、代表的な料理になっております。はい、ということで菊池市散歩させていただきました。ですね、菊池川温泉郷って書いてありますけど、ここも温泉なんですね。なんかメロンとか、結構ピックアップされてましたけど、ですね、温泉入りたいですね。どうも温泉、ありがとうございました。